10巻教育費について補足説明申し上げます。三戸町教育委員会では新しい時代を主体的に切り開く人づくりを目指し、夢や志の実現に向け知・徳・体を育む小中一貫教育を推進してまいります。そして学校教育と社会教育とが一体となり、誰でも生涯を通じて主体的に学ぶことができる生涯学習の推進を図ってまいります。105ページお願いします。10巻1項1目教育委員会費は教育委員4名の会議や各種行事等への出席にかかる一節報酬、八節旅費が主なものであります。2目事務局費ですが、一節報酬の委員報酬31万5千円はコミュニティスクール導入に伴う学校運営教員会委員や小学生専攻委員等の報酬であります。会計年度任用職員報酬932万2千円は三戸中学校に配置する英語・数学・生徒指導の特別講師3名の報酬709万円と、三戸高等学校魅力化コーディネーターとして採用している地域おこし協力隊1名の報酬223万2千円であります。106ページお願いします。発設旅費の費用弁償107万円は JICA 国際協力機構の高田健二氏にお願いしている三戸高等学校魅力化アドバイザー、コープ沖縄石原治氏へお願いしている三戸高等学校商品開発アドバイザー等への費用であります。十節需要費の印刷製本費120万1千円は立志化の教科書1年分365冊や作文三戸130冊などの印刷製本に要するものです。11節駅務費の手数料46万円は当庁の小中一貫教育の特徴である小学校1年生から9年間の系統性を生かした英語科の学習効果向上のため、最終学年の9年生の英語検定費の支援などに要する費用です。12節委託料の業務委託料124万3千円は部活動の遠征等に使用する部活動バスの運行100回にかかるものです。学習コーチ事業委託料130万円は三戸町ふるさと応援大使の株式会社プラスティの清水明弘氏による勉強のやり方や学習計画の立て方等、学習習慣形成のための講演会4回と、社会で起こっている出来事を新聞やネットニュースで読み解き、社会問題と学習のつながりについての探究学習を行う探究コーチ5回の実施に要するものです。三戸高等学校クリエイティブ活動支援業務委託料698万1千円は、三戸高校の新たな魅力の創出と情報発信の基礎やデザインの技術を学び、社会に出たときに必要となるスキルを学ぶことを目的として実施しているクリエイティブへの支援であり、部活動では今年度の高校ポスターの作成から発展させ、高校や町の PR 動画の作成を行い、1年生の授業においては町のポスター作成などを行うものです。13節使用料及び賃借料の自動車借上料233万8千円は部活動バス1台で対応できない休日等の運行を補うため民間バスを活用する部活動支援バスの運行にかかる190万円と、地域おこし協力隊の使用する車両の借上料43万8千円であります。校舎借上料54万円は地域おこし協力隊の住宅借上料です。107ページお願いします。18節負担金補助及び交付金のうち負担金の主なものは、三戸地方教育研究所の運営に要する経費の負担金
1119万8000円であります。三戸地方教育研究所では三戸町、田子町、寮長の学力テスト等の調査分析、教員研修、学校訪問、特別支援学級に在籍すべきかどうかを判定する教育支援委員会、教育相談などの業務を行っております。補助金の三戸地方未来塾事業費補助金100万円は小中学生を対象として実施しているプログラミング学習を行う三戸 ICT クラブの運営に要するものです。三戸高等学校支援事業費補助金350万円は三戸高校を今後も地域と歩む魅力ある高校として存続していくため資格取得費、通学費、進路達成支援費、部活動支援費の4つのメニューにより支援を行うものです。108ページをお願いします。海外研修事業費補助金411万2000円は姉妹都市のオーストラリアタムアスへ8年生10名の派遣研修をするものです。小学校生活応援支援金66万円、中学校生活応援支援金78万8000円、高校教材費支援金57万円は3人目の子どもからの養育者に対して支給するもので、小学校は51名、中学校34名、高校生19名を見込んでおります。三戸高等学校下宿住宅改修事業費補助金160万円は全国募集の実施にあたり新たな下宿が必要であることから4名の生徒受け入れに要する住宅改修費用を補助するものです。海外生徒受け入れ事業費補助金130万円はタムアス高校の生徒14名と引率4名合計18名の来庁が予定されていることから、その宿泊費や観光費用となります。全国募集生徒支援事業費補助金221万4千円は全国募集により三戸高校へ通学予定の来年度の1年生3名と2年生2名の合計5名に対する月額3万円の下宿費用への補助と長期休業時の帰省旅費等への補助を行うものです。三目語学指導外国青年招致事業費は外国語指導助手2名の雇用するための一節報酬の会計年度任用職員報酬750万円、11節役務費の会計年度任用職員社会保険料70万8000円が主なものであります。109ページをお願いします。10巻2項1目学校管理費ですが、この目は町内2校の小学校にかかる施設管理経費が主なものであります。一節報酬の学校移動報酬106万8000円は小学生の内科、歯科、耳鼻科、眼科の検診及び新入学児童の就学時検診に対する学校医への報酬であります。12節委託料の業務委託料1428万3000円は小中学校用務員と日直合計6名の委託料であります。110ページをお願いいたします。中段の通学バス委託料3080万5000円は三戸小中学校へのメトキ線、貝森線、松原線、蛇沼線と戸川小学校への大下線合計5路線の運行委託料であります。情報通信ネットワーク環境整備支援委託料79万2千円はギガスクール構想により整備した1人1台のタブレット端末の活用促進のため各学校の活用状況に応じた各種設定の更新や運用のための支援をお願いするものです。
13節、使用料及び賃借料の使用料4169,000円は、公務支援、図書システム、AED 使用料、タブレット端末の有害サイトへのアクセスを防止する、フィルタリングソフト使用料などに要する費用であり、来年度は公務支援システムを更新し、公務全般を取り扱う統合型公務支援システムの導入を予定しております。111ページをお願いします。14節、工事請負費の校舎等補修工事請負費100万円は、戸川小学校の女子トイレの洋式化と、三戸小中学校第二体育館にテニスコートラインを新設するものです。二目、教育振興費でありますが、一節報酬の会計年度任用職員報酬1,195万3,000円は、特別な支援を必要とする児童生徒への支援を行う小中一貫教育チューター6名の報酬であります。2節、給料の会計年度任用職員報酬、職員給料235万5,000円は、三戸小中学校へ配置する ICT 支援員1名の給料であります。17節、備品購入費の教材備品購入費573万8,000円は、4年に一度の小学校の教科書改訂に伴い、教師用の教科書、指導書、指導用教材の購入に要するものです。112ページをお願いします。19節、扶助費の要保護及び準要保護児童就学援助費383万3,000円は、経済的に就学困難な児童の保護者に対して、学用品費や修学旅行費、給食費等を補助するものであり、42名分を予定しております。特別支援教育修学奨励費159,000円は、特別支援学級在籍生徒、在籍児童9名への補助を予定しております。10巻3項1目、学校管理費でありますが、この目は、三戸中学校の維持管理に要する経費を計上しております。12節、委託料の通学バス委託料701万1,000円は、三戸中学校への都内線の運行委託料であります。13節、使用料及び賃借料の自動車借り上げ料325万円は、三戸中学校の大下・目時地区からの通学タクシー借り上げ料です。2目、教育振興費でありますが、一節報酬の会計年度任用職員報酬186万円は、部活動指導員4名に要する経費であります。7節、報奨費の借金48万円は、休日の部活動の地域移行に伴い、指導を行う体育協会の協会内4団体に対する借金です。113ページをお願いします。18節、負担金補助及び交付金の中体連等生徒派遣事業費補助金430万円は、中体連及び各種大会へ出場する生徒の派遣費用に対する補助金であり、地区大会が三戸郡と八戸市の合同開催となったこと等により、前年度より80万円増額しております。19節、扶助費の要保護及び準要保護児童就学援助費447万7,000円は、経済的に就学困難な生徒の保護者に対する補助であり、34名分を予定しております。特別支援教育就学奨励費118,000円は3名分を予定しております。10巻4項1目、社会教育総務費ですが、一節報酬の委員報酬21万円は、社会教育委員年頭提言策定委員等にかかる報酬です。114ページをお願いします。
7節報奨費の借金499,000円は、放課後子ども教室コーディネーター1名、家庭教育学級講師、少年指導センター指導員35名にかかる借金であり、記念品15万円は文化賞受賞者に対するものであります。12節委託料の放課後子ども教室事業委託料70万円は、三戸小学校の児童を対象とした放課後子ども教室の運営にかかる委託料であり、週3回開設しております。115ページをお願いします。18節、負担金補助及び交付金の補助金、社会教育活動推進事業費補助金、185,800円は、三戸町文化協会等の社会教育団体6団体と高齢者学級寿教室への補助金です。南部俵積み歌全国大会補助金175万円は、平成元年に始まり、第32回を迎える大会の開催に対する補助金であります。2目、公民館費ですが、この目は中央公民館、文館及びジョイワーク三戸の運営及び維持管理に要する経費を計上しております。7節、報奨費の借金120,400円は、料理教室など10講座を開設する公民館講座の講師借金、立春式講師借金、10分館の分館職員30名に対する借金が主なものであります。12節委託料の業務委託料867,300円は、中央公民館の受付、清掃、日直業務の委託に要する経費であります。116ページをお願いします。分館講座委託料500,000円は、泉山分館はじめ10の分館がそれぞれの地域のニーズに応じて自ら企画し実施する講座、研修会等の運営にかかる委託料です。施設管理委託料549,000円は、ジョイワーク三戸の受付、清掃等にかかる委託料です。3目、図書館費ですが、7節、報奨費の借金110,000円は、歴史講座5回及びお話の部屋1回の講師借金であります。117ページをお願いします。12節委託料の業務委託料1,130,100円は、図書館受付業務に要するもので、常時3名の体制としております。4目、歴史民俗資料館費は、歴史民俗資料館、郷土館、温庫館の維持管理経費であります。一節報酬、会計年度任用職員報酬191,000円は、常勤の歴史民俗資料館長の報酬であります。118ページをお願いします。12節委託料の業務委託料550,900円は、資料館の受付、清掃等にかかる委託料であり、常時2名の体制としております。なお、資料館では4月27日からの1ヶ月間、三戸城が機能していた時代に制作された国宝絵画、洛中洛外図屏風など、国内を代表する絵画のデジタル複製品を展示するデジタル皇室画展、安土桃山から江戸初期の屏風への開催を予定しております。5目、文化財保護費でありますが、一節報酬の委員報酬135,000円は、文化財審議員5名への報酬であります。7節、報奨費の借金196,000円は、第3回となる三戸お城講座の開催にかかる講師借金、城歩きガイド等への借金であります。お城講座の講師は、肥前名古屋城の研究で著名な佐賀大学教授宮武正俊を予定しております。119ページをお願いします。
10節需要費の印刷製本費141万3000円は、国史跡三戸城跡保存活用計画書300部やお城構造のポスター作成に要する費用です。14節工事請負費の文化財案内板設置工事請負費80万円は、案内板2基を設置するものです。5項1目保健体育総務費ですが、1節報酬の委員報酬106万円は、スポーツ推進委員14名の町内対抗スポーツ大会や町民運動会、各種会議や研修会出席時の報酬であります。120ページをお願いします。7節報奨費の借金12万円は、町内会運動部長への借金であります。記念品40万6千円は、町民運動会、町内対抗スポーツ大会およびスポーツ庁の商品記念品代であります。18節負担金補助及び交付金の三戸町体育協会補助金180万円は、町民の体育振興目的に17の競技団体やスポーツ少年団への活動費補助や大会派遣費への支援を行っている体育協会への補助金であります。121ページをお願いします。2目体育館費は町民体育館の維持管理に要する経費です。122ページをお願いします。3目体育施設費でありますが、この目は松原公園、サンスポーツランド三戸、勤労者体育施設、三戸パークゴルフ場、町民プールの維持管理に要する経費であります。12節委託料の業務委託料385万5千円は、松原公園の清掃業務とサンスポーツランドの受付清掃業務に要する経費であります。樹木剪定委託料204万1千円は、松原公園の除草、樹木剪定、薬剤散布等に要する経費であります。パークゴルフ場芝育成管理委託料352万円は、芝育成のための薬剤散布、施肥、土壌改良剤の散布等に要する経費です。三戸パークゴルフ場指定管理料665万円と、町民プール指定管理料599万1千円は、株式会社サンアメニティに委託する両施設の管理運営に要する経費です。123ページをお願いします。4目アップルドーム管理費の12節委託料の業務委託料1244万1千円は、アップルドームの受付等の管理業務に要する委託料で、常時2名の体制としております。5目学校給食費ですが、この目は学校給食を調理し各学校に配送するための学校給食共同調理場の管理運営に要する経費であり、食材の購入に要する経費を除くすべての経費を計上しております。11節役務費の手数料260万6千円は、食器洗浄、貯水槽や重油地下タンク等の各種設備の検査等に要する手数料を計上しております。124ページをお願いします。12節委託料の調理運搬業務委託料2998万6千円は、給食調理業務、配送業務の外部委託に要する経費です。14節工事請負費の調理場外壁修繕、屋根塗装等工事請負費2800万円は、老朽化により外壁や屋根の劣化が進行していることから、外壁屋根の全面的な塗装や外壁の張り替えを実施するものです。125ページをお願いします。27節繰出金の学校給食共同調理場特別会計繰出金
3,229万6,000円は、昨年6月から実施した町内小中学校と三戸高等学校の給食費無償化を令和6年度も継続実施するため、給食食材費を特別会計に繰り出しするもので、小学生250人、中学生160人、高校生87人の合計497人分の給食食材費です。以上で10巻教育費の補足説明を終わります。よろしくお願いいたします。質疑に入ります。五十嵐委員。はい、3点大枠3点質問させていただきます。まず1点目、106ページですね、2目、12節の、一番下の、クリエイティブの、業務委託料なんですけれども、先ほど今年度よりも、内容充実してということで、成果物としてPR 動画をまた新しくということで、おそらくそういった内容が、あっての今年度よりも、予算が140万増えている、その内容のちょっと詳しい、内訳をお聞かせいただきたいというのが1点目になります。昨年度よりも140万円増えている予算の、内訳をお聞きしたいというのが1点目です。で、2点目、107ページ、2目、18節、下から、3行目ですね、三戸地方未来事業費補助金、こちら100万円ということで、補助金なので、これ、おそらく募集されて、事業者がに補助をしている内容だと思うんですけども、この、私のこう記憶する限りだと、毎年同じ場所が、補助を受けていると思うんですけども、その補助の募集方法とか、選定内容っていうのをちょっとお聞きしたいというのが2点目になります。はい、で3点目がですね、108ページ、2目、8節の、下から3番目、三戸高等学校下宿住宅改修事業費補助金160万円、こちらの内容としては、その新しく、高校生を受け入れるための、補助金ということで理解はしているんですけれども、これっておそらく民間の方で、受け入れ側の方で、整備する、設備を整備するものに対して、そのなぜこう、160万補助するのかというところの理由ですね、それを、お聞きしたい、この3点になります。教育委員会事務局長。まずは1点目です、クリエイティブになります、106ページの、クリエイティブ活動支援業務委託料12節のところになりますが、こちらのクリエイティブの、140万円アップの理由ということでございますが、こちらは積み上げになっておりまして、昨年度の比較というよりは内容が変わっているので、若干ちょっと、比較が難しいところはありますけれども、少し細かく言いますと、ポスター制作、これは1年生カリキュラムで行うものに対して、202万円と、それから、これは2年生の方の授業のちょっと最初の導入部でですね、1時間だけ、説明するのもあるんですが、これ7万円です。それから、CM の制作、町の CM ですね、これは、2年生のクリエイティブの活動ということで考えておりまして、そちらの方が、62万円ほどです。それから、1年生、クリエイティブの1年生は高校の方の動画を作るというところに、40万円というところ、あとそのほかですね、現在東新町のですね、カフェの方でやっている居場所づくり、のもの、
それから、商品開発の方もやってますが、そちらのラベル作り等々でですね、これが、70万ほどですね、に、プラスですね、講師の、宿泊交通費といったものがですね、9回分ありまして、それがまあ100万円ほどあるというような大阪になります、講師は。そういったものをこう合算したこう積み上げというところで、ちょっと140万の総額というところのこう比較ではないんですが、トータルではそういうような考え方になります。それから、続いて107ページです。はい、三戸地方未来塾事業費補助金ですが、こちらの同じ業者にずっとまずお願いしながらやってきているというところで、その募集方法はというところでございますが、こちらにつきましては、平成30年度に、総務省事業でもって始まった事業ということになります。で、その際にまず金利の ところで、このような業務を行っているところがですね、今現在行っているところしか、ないというようなところでですね、近隣の業者で、やりましょうというところで、始まったというところでございます。その後については、その流れを受けまして、新たな募集等は行わないで、その流れで同じ業者の方にお願いしてやってきているというような形になります。それから108ページになりますが、三戸高等学校の下宿住宅改修事業費補助金ですね。これは民間の方の下宿の方への支援をなぜするのかというところでございますけれども、こちらまず今の状況を申し上げますと、下宿の方がまず不足しているのが現状でございます。今の1年生3名、2年生2名ということで5名の体制になりますが、今のところ1件の方にお願いしていると。で、さらに一応町の方で一時住宅の改修をしましたが、そちらの方は、2名分というところで、合わせて現在7名分のものが一応は準備はできている。ただ、今毎年4名の枠で募集しています。となると12名分最低ですねは必要というところで、もう不足の状態というところがありますの で昨年度もチラシや昨年度からですね、チラシ、それから昨年度は説明会の方も開催して、なんとか下宿に協力していただけないかというところでやっておりますが、残念ながら、その後増えないという状況がありますので、何らかのやはり支援をこうしながらですね、集めていかないと協力していただける方が見つからないというところでの支援ということでございます。なおこちらは住宅改修の補助を受けた方は、10年間は必ず下宿の方に協力していただくという誓約書をいただきながら実施しているということでございます。以上でございます。平井委員。はい、ありがとうございます。1点目のクリエイティブの件に関して承知しました。こちらちょっと質問ではないんですけども、去年もすごく成果も出ているというふうに見受けていますし、好意的には見ています。で、1点だけ自分もその高校に関わる三戸高校に関わるものとしての意見にもなってしまうんですけども、やはり予算をこう積むということで、どうしてもこう成果っていうところは気にするところであるかもしれないんですけども、できれば子どもたちにはその成果よりもそのプロセスの方、チャレンジするっていうことに対して、良かったとしても悪かったとしても、それを振り返るようなところとか、そういうプロセスの部分をとにかく挑戦するっていうところに成果は大事ですけども、そういったところも意識していただきたいなというふうに、これはすいません、要望になります。はい。で、あと3点目の受け入れ、高校生の受け入れの下宿の補助金に関しても承知しました。これはいわゆる協力してもらうためのこう訴求
材料というかメリットとしてご提示しているということで、まあ、それでなんとか今回収が進んでいるというようなふうに受け取りましたので承知しました。で、再度質問になるのが2点目になるんですけども、こちらの経緯としては承知しましたが、今現在まあ、もちろんご存知だと思うんですけども、まあ、この周辺だけでも、まあ、オンラインも含めてそのいわゆる、同じようなことができる、事業者というのはたくさんいると思うんですね。で、やはりその今補助を受けて関わっている事業者さんがどうっていう話ではないんですけども、やはりその一旦募集をしてそれぞれがこうどういう提案ができるのか、まあ、どういうことができるのか、それが本当にその子どもたちのためになるのかっていうところを、まあ測った上で、まあ、補助していただきたいなと思うんですが、ここどうでしょうか。まあ、いわゆる今だと随意契約のような形でやってると思うので、この部分ちょっとお聞きしたいです。教育委員会事務局長。未来塾に関する質問でございますが、今現在の業者ですね、ずっとまず同じ業者というところで、確かに今の状況であれば、さまざまな形で、地元ももちろんあるし、オンラインもというところでございますけれども、こちらについてはですね、確かにちょっとまあ、マンネリ化ではないですけれども、同じことをこう繰り返しやっている部分もなくはないです。ただ今年度は先週日曜日、五十嵐委員も関わっています東北プログラミングコンテスト2023の方に三戸町の、中学生ですねも参加して、賞をいただくといった、まあ、そういった成果も出てはいるんですが、さらにこう進めていくということを考えれば、他の業者の方のお話と聞くこともですね、かなり熱も立っておりますので大事かと思いますので、他の方 の業者のお話も聞きながらですね、今後進めていきたいというふうに思います。以上でございます。五十嵐委員。はい、ありがとうございます。承知しました。まあ、これもその、1点目の部分と一緒でまず子どもたちのことを、まあ、メインに考えていただいて、その、まあ、もちろんずっと協力していただいている事業者さんに対してもその、まあ、いわゆる敬意というのは必要だと思うんですけども、やっぱり子どもたちがしっかりこう成果というよりもその先ほども言ったようにプロセスの部分だったり本質的に子どもたちのためになるというところを前提としてやっていただきたいので、ぜひまあ、他の事業者さんのお話を聞くだけではなく、その募集というところで動いてほしいなと思います。はい、これをもって要望になってしまいますので、これで終わりになります。ありがとうございます。他に質疑はありませんか。竹原委員。110ページの2項1目通学バス委託料についてお尋ねをしますが、利用者の希望される方のご意見であります。通学戸川小学校の通学バス利用のコース等はもう定着をしていて変更することができないのかどうか、子どもがいない道路を送迎するコースとなって、子どもがいるコミュニティバス、バス停はあるんですがそちらを回らないというようなことで、その状況に応じて変更してもいいのではないかと私は考えますが、変更等はもう固定ささ条例法律等で定まっているものであれば、学校から何キロはどうのこうのございますので、それらがあるのかどうか、変更は可能であるのかどうかを確認させてください。もう1点は2点あります。
115ページの4項2目、公民館費でありますが、これは利用している方の声でありますが、この修繕費あります。これは雨漏りを修繕する修繕費なのかどうか、非常になんか、予想を超える雨漏りがしているというふうな声でありますが、この修繕費はそれに当たるのかどうか確認をお願いいたします。暫時休憩いたします。3時休憩中なんでちょっと聞きたいんですけども、あと質問する予定のある方は何人ぐらいいますか。休憩前に引き続き会議を開きます。教育委員会事務局長。まず1点目の110ページの通学バス委託料、この中に含まれます戸川小学校の通学バスの部分、路線を変更したりということができないのかということでございますが、こちらは公共交通会議といったものにかけて路線を決めていくわけですけれども、こちらは帰れないということではありません。あくまでも児童への利便性を考えた上で変更していくというのが原則になっております。ただ課題となるのが道路の幅とか、そういった安全面のところでどうしてもバスだと厳しいなとか、折り返しっていうのはバスだとなかなかできないというところで、こう一本でですね、こう通れるルートを作れるのかといった、そういったですね、課題がありますので、そういうものが解消されて、うまくですね、行けるということであれば変更は可能ということにでございます。それから続いて、115ページ、公民館費のところの、修繕費になりますけれども、こちらにつきましては、内容はですが、車検時の車の修理代、それから蛍光灯等の交換、それからあとその他の修繕というところでございます。こちらにつきましては雨漏り等に関するものというのは含んではおりませんが、その他のところというところで若干30万円ほど持ってですね、やってますので、できる部分での修繕をしていきたいと思いますが、今後あまりにもですね、ひどいのであれば、少しまず大きな工事をするとか、そういったことも考えていきたいというふうに考えております。以上でございます。竹原委員。漠然とコース変更いったので分かんないと思いますが、コミュニティバスの停留所はございます。構想変更すればいいという、ただ構想変更すれば遠回りになるので、能面道路を走っています。今能面道路を走っているのが集落に子どもがいるもんですから、集落、出していいのかどうかあれなんですが、集落にあると、だから能面道路そのまま走ってしまうということで、子どもそこには2名の方が通っているそうですが、逆に離れる学校と離れる、すいません、答弁お願いします、町長、答弁お願いします、じゃあ。ということで、その
迂回路はあるわけです、ちゃんと。ですから、その辺をやっぱり利用者、子どもたちの学校での要望等もあると思いますので、それらを聞いて、まあ、6年間通うわけですので、まあ、しっかりと対応、あの迂回路等はありますので、後で詳しくお知らせします。それから公民館の方は、はい、じゃあ、 あの雨漏りの方もしっかりと確認の上、なんか1箇所2箇所ならいいと思うんですが、もっとだ、2階がもっとあるということを利用者の方から聞きましたので、ございましたらどうぞ。所長、まず先ほどの通学バスの件についてでございます。竹原委員からも今ご指摘がございました。私どもも保護者の意見をしっかりと聞いて、改善できるところはしっかり改善してまいりたいと、そのように思います。そしてまた、あの公民館の雨漏りについてですが、ちょっと私のところまではその情報が入ってきておりませんが、しっかり調査をして、どの程度の修繕が必要か見定めて、今後対応していきたいと思います。他に質疑はありませんか。山田委員。はい、何点か質問があります。107ページ、10巻1項2目、18節の下の方ですね、三戸高校支援事業費補助金、350万、先ほどの説明では4つのメニューを準備してということでした。で、まあ、令和5年度、昨年度の予算を置いては350万、同じ金額であります。内容の方も全く同じものということなのかというところの確認が一つです。で、108ページ次のページの2目18節、一番上、海外研修事業費補助金、411万円、8年生10名という説明でした。令和5年度も8年生10名の予算で組んでたと思いますが、50万円の、減額となっております。ここの説明をお願いします。3点目、109ページ、3目18節の負担金、自治体国際化協会負担金、こちら令和5年度の予算を見ると51万円ということでしたが、今年度、9万2000円、これが何に使われるものなのかというところの説明お願いします。あとは110ページ、一目の13節ですね、の一番下、公務支援システム借り上げ料、昨日、知事の方からも、統合型公務支援システムを導入をというような、ありました。まあ、導入するということで、今、説明もいただいておりましたが、これの説明、統合型と、普通の公務支援システムとの違いというか、そういったところの説明をお願いします。飛んで121ページ、5項2目体育館費の需要費の修繕費、10万円です。令和5年度、体育館の照明一部を LED 化するということで、36個中10個、LED 化をしたというような、説明をいただいておりました。まあ、試験的に、明るさ等も確認しながらというような話でしたけども、まあ、この予算を見ると今年度は LED 化は予定してないのかなと思うんですけども、そういったところの説明をお願いします。と最後、122ページ、3目12節委託料の、パークゴルフの部分ですね、まあ、市は育成管理委託料と、指定管理委託料合わせて、まあ、1000万程度、予算、計上されております。まあ、1000万という金額、かかっております。まあ、
簡単に申し上げますと、あの登記の理由、利用方法、利用というのは全く考えていないのかというところ、確認お願いします。以上です。教育委員会事務局長、6点のご質問にお答えいたします。まず1点目ですが、107ページの三戸高等学校の支援事業費補助金のメニューということでございますけれども、こちらにつきましては、メニューとしては同様でございます。資格取得、通学費、それから進路への支援、それから部活動遠征費の支援といったところで、メニューは同じですが、若干中身の方でですね、来年度、ちょっと資格取得の方でそのドローンとかですね、そういったところも、やるというところで今年度から進めているということでございます。はい。それから続いて、108ページ、海外研修事業費補助金の50万円の減額の理由ということでございますけれども、こちらにつきましては、昨年度ですね、当初あの予算の時に、見積もりを取った際、生徒1人当たりですね、かなり燃料費等で、が高いので、1人当たり39万円というような予算を取りました。で、実際、今回も3月補正で減額の補正をお願いしたんですが、実際はあの30万円ほどで済んだということでございます。で、来年度のですね、実施にあたって旅行業者から見積もりを取ったところ、まあ、若干の余裕も見た方がいいなと、今後の動向で34万円で、試算した額ということになっております。はい。それから続いて、自治体国際化協会の部分になります。こちらにつきましては、あの ALT が交代の都市になりますと、あの赴任旅費という、あのその海外から日本に来るまでの部分の負担金というのが取られます。で、来年度はその交代がないというところで、その、まあ、会費部分だけということになりますので、あの減額になるということでございます。次が4点目、110ページになりますが、公務支援システムの、統合型とそうではないものとのこの違いということでございますけれども、こちらについてはあの、まあ、公務の部分の一部の支援をするというのが、まあ、通常の公務支援ということで、まあ、三戸小中学校も入ってはいるんです。一部でやっているのが、学籍、どういう在籍があるか、あと出欠、それから成績の管理です。で、統合型になりますけど、なると、それに加えて、今のがまあ一般的には教務系と呼ばれるような、教務主任の先生がこう中心になってやるようなものなんですけども、それに加えてあの保健系ということで、健康診断とか、まあ、保健室の来室管理とかそういったもの、それにあと学籍系ということで、まあ、指導要録というものがあるんですが、そちらの作成、それからあと事務ですね、事務の部分への支援といったもの、それらすべてをこう広くその公務と呼ばれるものを、まあ、総括的にこうやるようなシステムというのが統合型のシステムというふうに呼ばれているものになります。次に、5点目になりますが、町民体育館の修繕費のところですね。 LED 化につきましては、これはあの町の方の事業として、教育委員会の方の予算ではなくて、町の事業としても LED 化をもするということになっておりますので、そちらでも LED 化を進めていくということになっております。個別のここには予算はないということでございます。それからパークゴルフ場の部分ですね、何ページ、122ページ
パークル上の芝育成管理委託料のところになりますけれども、こちらの、まあ、登記の利用ということで、以前にもですね、同じようなお話がございました。やはり芝をですね、管理していくというところからしますと、登記に、パークル上の方で何かをするというところが非常にその芝を傷めるという恐れがあるというところでですね、それでは控えていただいているというところでございます。以前いたずらで侵入してですね、あそこでスキースノーボードをやった方もいらっしゃいましたので、そういったことがですね、芝の育成にちょっと支障があるとありますので、そこを考慮していかなければならないというふうに考えております。山田委員。はい、まず107ページの三内高校支援事業費、補助金のところから、まあ、同じようなメニューで、まあ、資格取得の部分で、まあ、内容が、変わったものもあるというような答弁でした。まあ、令和5年度かな、取れる資格が取れなくなったというような話も、聞いておりましたので、そういったところを万全に、資格取得、政党が取りたいというものが取れるような体制になっているのかというところをもう一度確認お願いします。海外研修のところを了解しました。自治体国際化協会も了解しました。まあ、公務支援システム、も了解をいたしました。まあ、昨日の知事の、話では2分の1県で補助をしながらというようなところでしたけれども、そういったところ昨日町長出席をしているので、その辺のあたり、説明してもらえればなと思います。それから体育館も了解しました。あとはパークゴルフですね。まあ、冬季は、芝を傷めるというような、話を前からも聞いておりました。私の方で、全国のパークゴルフ場、冬の活用ないかなということで、調べさせていただいたんですけども、北海道では、雪の中でもパークゴルフをやっているというようなところもありました。あと、まあ、今年度のように、雪があまり降らない冬、雪が降るまでの間はパークゴルフ場を開けて、パークゴルフを楽しんでもらっているというような地域もありました。そういった利用の仕方もあるのかなと。まあ、あとはコース以外で、例えば滑り台、コース以外の芝に関係ないところですね、そういったところに、滑り台みたいなのを作って、雪の鎌倉だとかそういったものを作って子どもたちが遊ぶ場所にしているというような、ところもありました。まあ、さまざま活用方法あるのかなというような、考えであります。まあ、せっかく、パークゴルフ場っていうものがある広いところがあるので、まあ、活用してもらえたらなと思っております。まあ、今年度の予算に関しては、まあ、計上はしてないと思うんですけども、今後、まあ、考えていただけるのかどうかっていうところ、答弁お願いします。町長。それでは私の方からは公務支援システムについての昨日の宮下知事との意見交換という中でのお話をさせてもらいます。この公務支援システム、教員の働き方改革、まず負担の軽減のためには大変重要な施策だというふうに認識をしております。青森県内で知事から紹介をされたのが、青森県内で 100% それができているところは青森市、八戸市、そして外ヶ浜、六ヶ所、東通り、風間浦、ここが 100% で、その次が三戸町で 50% ちょっとの、まず現在の使用のものだそうです。まあ、それをぜひ 100% に上げていくために、ご活用くださいということでございました。ちょっと私の方から確認をさせてもらったのは、給食費の関係でもう先行してやってるところは対象にならないという、まあ、そういったことがありましたので、今回のこの点についてはどうでしょうかということで、お聞きをしましたところ、これはちゃんと
対象になるということで、お話をいただきましたし、また合わせて、三戸町とすると、これは小中の部分だけなんですが、三戸高校の部分についてはどうでしょうか、県立高校の部分についてはどうでしょうかということをお聞きをしましたら、県立高校は県の予算の方でしっかり対応しますということでしたので、私の方からすればまず安心したなというふうなところでございます。教育委員会事務局長。はい、まず1点目の三戸高等学校の支援事業に関してでございます。資格取得についてですが、一部希望に添えなかった部分があったんじゃないかといったようなお話もございましたけれども、泥の部分ですね、業者が辞められたりとか、また16歳以上というような限定されたのもあったりしてですね、1年生の最初のうちは取れないとかですね、そういったものもありました、ございましたが、今後はですね、しっかりとやっていただく業者の方も決まりまして進めておりますので、万全期してまいりたいというふうに思います。それから、パークゴルフ場の登記の利用ということでございますけれども、さまざまな場所でですね、いろいろな使い方があるということでございます。確かに雪が最近少ないですので、何かの活用ということも考えられるのかなというところもございますので、町の方でもちろんも考えますし、あと指定管理者の方とも少し相談しながらですね、例えば自主事業で何か、面白いことができないのかなとかですね、そういったところも相談していきたいというふうに思います。以上でございます。他に質疑はありませんか。久慈委員。7点お聞きします。8ページの、下宿のところですね、帰るようなところなんですけど、ちょっとはっきり分からなかったんですけど、今現在2名いて7名という話をしていて、市住宅に2名下宿が不足しているということで、ちょっとなんか数が合わないんだけど、今現在2名はいいんですけど、新しく来るのは3名ということなのか、でその中で市住宅2名であと1人がはみ出る状態なのか、要はそこに入るのか、その辺ちょっと今現在大丈夫なのかどうかというのを一回確認したいんです。でもしこの予算は取ってあるけどまだ改築する予定ではないよというのであれば、それならそれでちょっと分かるようにちょっと説明してもらいたいというのが1点です。2点目です。117ページ、図書館費の需要費なんですけど、電気料が令和4年は290万、令和5年は380万と上がってて、で本年は下がってるんですよね。でこの辺の算出方法だったりとか経緯をちょっとお知らせください。から3つ目、119ページ、5目の、工事受け応品というの看板、本年度2期ということでした。前年度は貝森と目時に一気につけたと思うんですけど、今期はどこにつける予定であるのか、同じ規模なのかというところ。それから4つ目、121ページの体感費の委託料、これ窓の清掃が入ってるんですけど、これが去年とかはなかったと思うんですけども、これってちょっと教えていただきたいんですけど、どれぐらい頻度でどこの部分をどのようにやるのかというところがお聞きしたいです。から5つ目が123ページ、123ページっていうかな、毎回公開の予算のところ、何回も私しつこく質問してるんだけど、委託料のところ、またこのアップルドームの委託料の業務委託料1244万1000円になってるんですよね。これは令和5年度に比べて 15%、16% アップなんですよ。
人的が上がっていくことによってこう金額が上がるのは分かるんですけど、うん、この算出に関してどうなのかなっていつも今回思ってるんですが、他の指定管理だったりとか他の部分に関しては金額はあまり上がってない、要は契約上そうなってるのかもしれないんですけど、非常に、ね、上がってます。 16% です。この昨日お話しした時は4年間に 25% という話もしましたけど、これの算出方法もしくはその委託に関しての時間帯が増えただったりとか、今回アップルドームのところで事業をやるということで時間帯を増やすとか、そういった業務内容の中でこう増えたのかどうかの確認をお願いします。それからちょっと聞き逃したと思うんですけど、同じ123ページの5目の報酬のところ、委員報酬のところ、これをちょっと細かくお伺いしたいです。細かくというか前年度は、まあ、金額は少ないんですけど6万円ぐらいだったのが半額になっていると、そこをお伺いしたいです。で7つ目ですね、124ページの、委託の一番下 PCB なんですけど、ちょっと記憶にないんですけど、記憶というかちょっと記憶に残っているのは、その前回の、予算の時の PCB に関してはもうないのかなという話もちょっとさせてもらったと思うんですけど、今回こう出てきたのは何か、この PCB の場所だったりとか、今回でも終わりなのかどうか、その辺の確認を再もさせてください。はい、以上7点。暫時休憩いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。教育委員会事務局長。はい、7点のご質問のうち私のから6点 ご答弁申し上げます。まず最初は108ページですね。108ページの三戸高等学校下宿住宅改修事業補助金のところで、実際どうなっているのかというところだと思うんですが、今現在2名がですね、2名の今現在の1年生ですねが町内の方のところにおります。で、次、これから入学してくるのが3名ということになります。その3名も、同じ下宿の方で対応してくださるということになります。で、医師住宅の方を改修したところについては、来年度はですね、使用しない、翌年度以降の使用のため、使用を考えているということでございます。で、まず4名募集ということで、現在来年度の状態ですと医師住宅の2名分しかないというところでの不足、また4名募集とは言いながらもさらに集まる可能性もあるというところで、できる限りの協力をお願いしたいということでやっていきたいと思います。それから図書館の電気代については、こちらは前年度のこう実績とこう元にしながらこう算定しております。予算については、まあですのでその決算のところっていうのをこう見ながらですねやっているというので、ちょっと
予算上のこう比較というところではなくて、その決算の方も見ながらやっているところというところでご理解いただきたいと思います。それから次があのあれですね、町民体育館の窓清掃でしたね。窓清掃についてはあの2年に1回これはもうあのルーティンで、やっているところでございます。それから123ページになりますか。123ページのアップルドームの業務委託料、こちらにつきましては、16% ぐらいアップしているというような話でしたけれども、あの、まあ、別なところでもまずあったと思うんですが、あの算出方法がまず時給計算のところでまずそこでまず時給がアップしていると、あとまあ社会保険料、まあ、交通費、まあ、社会福祉協議会の方のまず管理費と委託先の管理費といったところでまあ合算されているものになります。で今回のこの増額の理由については、まずはこの最低賃金の上昇で時給アップがあります。それから一番大きいのはですね、で最低賃金のところだとまあ 5、6% のアップなんですけれども、一番大きいのはあの社会保険料率のところが、令和6年度はあの、まあ、6年度週30時間以上、要はフルタイムの方は、16.576% ということにされております。で、週20時間から30時間までの勤務、いわゆるパートタイムの方は、1.252% ということで、そこはあの社会保険の加入の必要がないというところだったんですが、これが令和6年の10月からこのパートタイム週20時間から30時間の方も社会保険に加入しなければならないというところで、週30時間以上の方と同じような 16.56% にアップするということになっております。こちらが大きな要因でして、まあ、アップルドームの場合はですね、現在のフルタイムの方が3名、それからパートタイムの方が3名というところで、運営しております。それはあの時間がですね、朝8時15分から、夜の9時半までというところで、フルタイムプラスパートタイムを入れながらでないと運営していけないというところでパートタイムが入っています。なのであの他の業務もですね、長時間のこうパート長時間また短時間、そのパートタイムが入っているところというのは業務委託料が今回高くなっているということになっております。それから次が給食のところですね、123ページ、同じ123ページのところの委員報酬について、これが減額になった理由ということですが、こちらはあの学校給食運営委員会といったものを開催しております。で一応というか、まあ、これまで2回分あの取っていたんですが、実績としては毎年ずっと1回というところで、もう実績で年に1回ということなので、その実績に合わせて、1回分ということにしたものでございます。それから PCB ですね、PCB 廃棄物124ページになりますけれども、こちらにつきましては、高圧コンデンサが PCB が含まれているのではないかというところでございます。あのもう完全に入っているというようなものではなくて、疑いがあるということなので、まずその PCB を取ってですね、穴を開けて調査をするということになりますので、調査をして、もしも、まあ、PCB が入っていればこの収集運搬といったものが必要になってきますし、もし入っていなければこの運搬委託料は必要なくなる、ただ工事費の方はかかるということになります。これは失礼しました。さらにですね、このこちらが東芝線のコンデンサーでして、
新たにその PCB のが含まれているのではないかという危機に指定されたと、追加指定されたということでございます。以上でございます。出席対策室長。はい、ただいまの久慈議員のご質問でございますが、119ページの10巻4項5目文化財保護費の14節工事請負費のところでございました。文化財案内板設置工事請負費80万円の件でございますが、今現在三戸町で文化財の開設板ということで設置を要する箇所は54基ございまして、計画的に平成26年度から設置を始めまして、現在31基終わってございます。残り23基をこれから令和6年度から取り組んでいくことになってございます。そして令和2年、令和3年度以降は 年に2基ずつですね、設置をしてまいったところでございまして、令和6年度についても同じ規模で2基設置する予定でございます。で、その設置する箇所に関しては今現在のところを考えているのが、同新町地区の慶長建てと金堀建て跡というふうに今現在は検討しております。以上でございます。くじ委員。はい、分かりました。まず1個目からですね、状況は分かりました。一種住宅は、今回は使用しないということで分かりました。あとは募集の方ですね、やっていただければと思います。ただ一種住宅は昨年度結構お金をかけて、修正しているわけですから、維持管理の方はお願いしたいと思います。1個目は OK です。で、2個目も、計算を見て算出ということですからいいんですけど、昨年の額をちょっと高かったのかなというような感じで、解釈しましたので OK です。3つ目、ごめんなさい、同心帳のどこの部分かもう1回お願いします。金堀建跡ともう1箇所のところをもう1回ごめんなさい、教えてください。それから清掃に関しては OK です。で、123ページの委託費用のところ詳しく、説明していただきまして、分かりまして、高くなっているんだなとも分かります。ただ民間でいうと自助努力しているということもあるんですが、借金さんはそういうところがないのかも分からないんですけど、何かこうちょっと不自然な感じも、予算を見ているとするので、自助努力していただきながら対応してもらいたいなというふうに感じました。それは、ここも一応了解します。はい、あと委員報酬に関しても一席ということで分かりました。PCB に関してなんですけど、これごめんなさい、東芝の、高圧のコンデンサーというのはキュービクルかなんかということで解釈していいんですが、それはどこのキュービクルなのかとかいいですか。学校内のその、学校内のキュービクルなのか、それとも、学校内のキュービクル何個あるんだっけ、1個か2個忘れて分かんないんですけど、そのちょっと場所をちょっと特定させていただきたいなと思いまして、そこの部分をお願いします。対策室長。はい、文化財看板の設置箇所、金堀建跡と、もう一つ慶長建跡と申します。慶長建跡は、東新町の三戸清掃国道4号線から入ったところのですね、三戸清掃の前のところにありまして、慶長建、慶は京都の京、長は1兆円2兆円の長ですね、慶長の建跡ということで、そこの、看板を掲げてございます。以上です。Q
教育委員会事務局長。はい、給食センターの高圧コンデンサの場所でございますけれども、こちらは、給食センターと、その隣に車庫がございますけれども、その間にキュービクルがございます。これは学校とは別です。給食センター用のキュービクルになりますが、そちらの中に、入っているものになります。以上でございます。他に質疑はありませんか。質疑を終結します。次に歳出11巻災害復旧費について説明を求めます。農林課長。11巻災害復旧費の令和6年度当初予算案につきまして補足説明を申し上げます。127ページを開き願います。11巻1項1目農地及び農業用施設災害復旧費は令和6年度に災害が発生した場合、被害の拡大を防ぐために早急な対応が必要となる復旧作業に要する経費であり、重機借り上げ料100万円、工事請負費50万円、原材料費30万円を計上しております。以上で11巻災害復旧費の補足説明を終わります。よろしくお願いいたします。質疑に入ります。質疑を終結します。次に歳出12巻交際費及び13巻予備費について説明を求めます。総務課長。12巻交際費につきまして補足説明を申し上げます。129ページをお願いいたします。12巻1項交際費でありますが、令和5年度末の記載件数は131件、残高は55億9746万円と見込んでおります。令和6年度当初予算における償還金として一目還金では6億6129万1000円、二目利子では1044万6000円、合計で6億7173万7000円を計上しております。次に13巻予備費につきまして補足説明を申し上げます。131ページをお願いいたします。13巻1項1目予備費でありますが、前年度と同額の1000万円を計上しております。以上で12巻交際費及び13巻予備費の補足説明を終わります。よろしくお願いいたします。次に入ります。質疑を終結します。これで一般会計すべての質疑が終わりました。次に議案第27号令和6年度三戸町立学校給食共同調理場特別会計予算の審査を行います。説明を求めます。教育委員会事務局長。議案第27号令和6年度三戸町立学校給食共同調理場特別会計予算について補足説明申し上げます。147ページをお開きください。この会計の歳入歳出予算の総額は第1条にあるとおりそれぞれ4217万9000円であります。152ページをお願いします。歳入1巻1項1目事業収入985万3000円は他の制度から扶助される要保護・準要保護児童生徒
75名分および1食あたり340円を負担する教職員等84名分の保護者負担金現年度分980万3000円並びに滞納繰り越し分5万円であります。2巻1項1目繰り入れ金3229万6000円は給食費無償化に要する一般会計繰り入れ金であり、1食あたり小学生は280円、中学生、高校生は300円を町が負担する給食費無償化分に、食材費値上げ対応分として1食あたり40円を加えた金額であり、497名分となります。153ページをお願いします。歳出1巻1項1目、学校給食費の15節、原材料費4216万9000円は、青森県学校給食会をはじめとする食材納入業者14社へ支払う食材購入代金であります。学校給食共同調理場では、今後とも学校給食実施基準及び学校給食衛生管理基準に基づき、安全でおいしく児童生徒の健康増進に資する給食の提供に努めてまいります。以上で補足説明を終わります。よろしくお願いいたします。質疑に入ります。質疑を終結します。次に議案第28号令和6年度三戸町後期高齢者医療特別会計予算の審査を行います。説明を求めます。健康推進課長。議案第28号令和6年度三戸町後期高齢者医療特別会計予算について補足説明申し上げます。後期高齢者医療制度は75歳以上の方および65歳以上で一定の障害を有すると認められる方を対象とした医療保険制度であります。制度の運営は県内全市町村が加入する青森県後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、資格管理、医療給付、保険料の付加などを行い、市町村は保険料の徴収、各種申請等の窓口事務を行うものであります。三戸町の非保険者数は令和6年2月1日現在2225人となっております。令和6年度の歳入歳出予算総額は1億5961万7000円であり、前年度より1655万8000円の増となっております。歳入の主なものについてご説明申し上げます。160ページをお願いいたします。一巻一項一目後期高齢者医療保険料は特別徴収及び普通徴収の保険料並びに滞納繰越分普通徴収保険料で被保険者2341人分を見込んでおり、前年度より1088万4000円の増となっております。3巻1項1目繰入れ金は事務費繰入れ金642万8000円と保険基盤安定繰入れ金4941万2000円でございます。保険基盤安定繰入れ金は低所得者等の保険料軽減に対する公費負担分として一般会計から繰入れるもので、県が4分の3、町が4分の1を負担するものであります。次に歳出の主なものについてご説明申し上げます。162ページをお願いいたします。
1館1校1目一般管理費は特別会計の事務に要する経費と負担金でございます。18節広域連合共通経費負担金745万1000円は広域連合の組織運営にかかる負担金であります。後期高齢者医療保険料負担金1億206万7千円は町が徴収した保険料を広域連合へ納付するものであります。保険基盤安定負担金4941万2千円は低所得者等の保険料軽減にかかる負担金であります。2項1目徴収費は保険料徴収等に要する経費と保険料還付金でございます。以上で後期高齢者医療特別会計の補足説明を終わります。よろしくお願いいたします。質疑に入ります。質疑を終結します。次に議案第29号令和6年度三之江町介護保険特別会計予算の審査を行います。説明を求めます。健康推進課長。議案第29号令和6年度三之江町介護保険特別会計予算について補足説明申し上げます。本会計は40歳以上の皆さんが加入者となり保険料を納めるとともに万一介護が必要になっても住み慣れた地域や住まいで自立した日常生活を送ることができるよう社会全体で支え合う介護保険制度の事業を運営するための特別会計であります。65歳以上の第1号被保険者数は令和6年1月末現在で3940人となっております。また要支援・要介護認定者数は合計752人で、このうち40歳から64歳までの要支援・要介護認定者数は15人となっており、要介護認定者数は前年から6人ほど増加しております。介護保険事業の運営にあたりましては引き続き制度の信頼感を高め、将来にわたり持続可能となるよう必要なサービスを提供するとともに、介護予防の取り組みを推進し、保険給付費の適正化に努めてまいります。それでは歳入歳出予算についてご説明いたします。予算総額は17億5239万7千円となり、前年度から1097万2千円の減となっております。歳入の主なものについてご説明申し上げます。172ページをお願いいたします。一貫一項一目第1号被保険者保険料は現年度分の保険料と滞納繰越分の保険料で前年度から640万円の減となっており、4013人分を見込んでおります。3巻1項1目介護給付費負担金は介護給付及び予防給付に要する費用の額に応じて国から交付されるもので、施設給付費の 15% その他の給付費の 20% を見込んでおります。2項1目調整交付金は75歳以上の高齢者の割合や所得段階別被保険者割合の全国平均との格差により生ずる保険料基準額の調整のために交付されるもので、保険給付額の 8.36% を見込んでおります。2目地域支援事業交付金（介護予防日常生活）は介護予防日常生活総合支援事業に対する
対する補助金として事業費の 20% 3目の地域支援事業交付金括弧地域支援は介護予防ケアマネジメント事業などに対する補助金として 38.5% を見込んでおります。173ページをお願いいたします。4目保健所機能強化推進交付金及び5目介護保険保健者努力支援交付金は高齢者の自立支援と重度化防止等を目的として国から交付されるもので交付見込み額を計上しております。4巻1項支払い基金交付金1目介護給付費交付金4億4556万4000円は保険給付費の 27% 2目地域支援事業支援交付金692万5000円は地域支援事業費の 27% を見込んでおります。5巻1項県負担金1目介護給付費負担金は介護給付及び予防給付に要する費用の額に応じて県から交付されるもので施設給付費 17.5% その他の給付費については12.5% を見込んでおります。2項県補助金1目地域支援事業交付金（介護予防日常生活）は国庫補助金と同様介護予防日常生活総合支援事業に対する補助金として事業費の 12.5% 2目の地域支援事業交付金（地域支援）は介護予防ケアマネジメント事業などに対する補助金として 19.25% を見込んでおります。174ページをお願いいたします。7巻1項1目繰入れ金は一般会計からの繰入れ金で説明欄1行目の介護給付費繰入れ金は介護給付費の 12.5% 2行目の地域支援事業繰入れ金は介護予防日常生活総合支援事業費の 12.5%同じく3行目の地域支援事業繰入金は包括的支援事業任意事業費の 19.25% 4行目の低所得者保険料軽減繰入金は低所得者層第1段階から第3段階の保険料軽減にかかる負担金として1677人分を見込んだものであり職員給与費繰入金事務費等繰入金についてはそれぞれの費用に応じた額を計上しております。175ページをお願いいたします。8巻1項1目繰越金は前年度と同額を計上しております。9巻2項1目介護予防サービス計画費収入は要支援認定者のケアプラン352件分を見込んでおります。次に歳出の主なものについてご説明申し上げます。176ページをお願いいたします。1巻1項1目一般管理費は職員人件費等の事務的経費であります。177ページをお願いいたします。2項1目付加徴収費は保険料徴収等に要する経費と保険料還付金であります。3項1目介護認定費は介護認定手続きに要する経費で11節役務費の手数料は介護認定等に要する主治医意見書作成手数料として544件分を12節委託料は介護認定更新に伴う訪問調査委託料として288件分を見込んでおります。18節負担金は八戸地域広域市町村圏事務組合の介護認定審査会にかかる負担金であります。178ページをお願いいたします。4項1目計画策定委員会費は
介護保険事業計画等推進協議会の会議2回分の委員報酬を計上しております。179ページをお願いいたします。この179ページから181ページまでの2巻保険給付費が各種保険サービスの給付費に関わるものであり、合計で16億5024万円、歳出全体に占める割合は 94.2% となっております。はじめに179ページの1項介護サービス費については、要介護に認定された方々への各種介護サービスにかかる給付費で合計で15億2230万円を計上しております。179ページから180ページの2項介護予防サービス費は、要支援に認定された方々への介護予防サービスにかかる経費であり、合計で1451万円を計上しております。180ページ下段の3項1目高額介護サービス費4200万円は、介護サービス利用者の負担額が一定額を超えた分について支給するものであり、181ページの3目高額医療合算介護サービス費500万円は、介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合、限度額を超えた分の利用者負担分を支給するものであります。いずれも実績額をもとに計上しております。4項1目特定入所者介護サービス費6500万円は、住民税非課税などの低所得の方が施設を利用した場合、施設利用が困難とならないよう、居住費と食費の利用者負担限度額を超えた分を給付するものであります。182ページをお願いいたします。この182ページから185ページまでが3巻地域支援事業費となります。地域支援事業費は、地域で生活する高齢者が要介護状態、要支援状態にならないよう、また要介護状態になった場合であっても、可能な限り地域で自立した日常生活を営むことができるよう支援するための事業に要する経費で、前年度より41万3000円増の7247万9000円を計上しております。1項1目介護予防生活支援サービス事業費は、訪問介護並びに通所介護サービスにかかる事業費を見込んでおります。2目介護予防ケアマネジメント事業費は、地域包括支援センターの事業運営にかかる経費で、主なものは職員人件費のほか、12節の介護予防サービス計画作成委託料272件分の127万6000円であります。183ページをお願いいたします。2項一般介護予防事業費は、いきいき100歳体操を取り入れた住民主体の通いの場や、通所型介護予防事業生き生き教室などの事業運営にかかる経費を計上しております。12節委託料では、通所型介護予防事業生き生き教室の事業委託料として950万円、生き生き100歳体操を取り入れた住民主体の通いの場の支援として、理学作業療法士等の運動指導委託料20万6000円を計上しております。平成26年度から活動を開始し、今年度で10年目となる生き生き100歳体操を取り入れた住民主体の通いの場は、今年度新たに1地区が活動を開始し、現在町内23地区が取り組みを行っております。これまでの運動、航空、栄養など領域別指導を適切に行うための専門職の派遣に加え、今年度から健康づくり推進員や三之江町スポーツ推進員等による
通いの場の巡回支援を開始し、支援の充実を図っております。介護要望活動は健康寿命の延伸や介護給付費の適正化に資することから、今後も活動支援を継続し積極的に推進してまいります。3項包括的支援事業任意事業費は、認知症施策生活支援体制整備事業、在宅医療介護連携、地域ケア会議、家族介護支援事業等に要する経費でございます。一目一節報酬は、認知症対策として認知症の早期診断早期相談対応などのために設置しております。認知症初期集中支援検討委員会委員の報酬を計上しております。認知症対策といたしましては、これまで認知症専門相談日の開設のほか、認知症サポーター養成講座や認知症カフェの開催など各種事業に取り組んでまいりました。また今年度新たな認知症予防事業として、高齢者認知機能検査ファイブコグや認知症予防運動プログラムコグニサイズを実施する体制整備を図ったところであります。今後も認知症の方やその家族の視点を重視しながら、認知症施策の推進に努めてまいります。184ページをお願いいたします。12節委託料の各事業につきましては、高齢者の日常生活を支援するため引き続き実施してまいります。19節扶助費は、高齢者を介護している家族を支援するための給付事業で、紙おむつ等の介護用品給付費は43人分、介護支援金は6人分を見込んでおります。最後に成年後見制度利用支援事業扶助費につきましては、3人分を見込んでおります。以上で介護保険特別会計の補足説明を終わります。よろしくお願いいたします。質疑に入ります。質疑を終結します。次に議案第30号令和6年度三戸町国民健康保険事業勘定特別会計予算の審査を行います。説明を求めます。住民福祉課長。議案第30号令和6年度三戸町国民健康保険事業勘定特別会計予算について補足説明申し上げます。本会計は国の制度に基づき加入する被保険者の疾病、負傷、出産、死亡に関し必要な保険給付や生活習慣病予防に向けた健康づくり事業を行うための特別会計であります。これまで同様、予算を適正に執行し健全な制度運営に努めてまいります。今年2月末の国保加入状況でありますが、町内全世帯4132世帯の 35.4% にあたる1463世帯で、加入者総数は2329人となっております。昨年の同時期と比べ、世帯で66世帯、人数で140人減少しております。それでは予算の説明に入ります。199ページをお願いいたします。令和6年度の本会計の歳入歳出予算総額は、昨年度に比べ1814万5000円増の12億7700万5000円となっております。206ページをお願いいたします。歳入1巻1項国民健康保険税は、
県に支払う事業費納付金の財源となるものであります。そのうち一目、国民健康保険税の減免課税分につきましては、過去3カ年の収納率をもとに見込んだものであります。督促状や催告書の発送、電話による催告のほか、青森県市町村税滞納整理機構を活用しながら収納率向上に努めてまいります。3巻1項1目、保険給付費等交付金は、医療費の財源となる一節普通交付金と、保険事業等の財源となる二節特別交付金で、県から交付されるものであります。県繰入れ金は、医療費適正化や健康づくり事業等の取り組みに応じて交付されるもので、これまでの実績から2000万円を見込んだものであります。207ページをお願いいたします。5巻1項1目、一般会計繰入れ金は、国保税の2割、5割、7割軽減分を補填する保険基盤安定繰入れ金のほか、未収額時にかかる国保税均等割額の5割軽減分を補填する未収額時均等割保険料繰入れ金、職員人件費等の繰入れ金、出産育児一時金等繰入れ金、地方交付税に算入されている国保分の繰入れ金である財政安定化支援事業繰入れ金、出産前後の期間にかかる軽減分を補填する産前産後保険料繰入れ金であります。5巻2項1目、国保財政調整基金繰入れ金は、物価高騰による家庭の負担を緩和するために行うこととした国保税率の軽減による税収を補うため基金を取り崩して繰り入れるものであります。208ページをお願いいたします。6巻1項1目、前年度繰越金は、前年度からの繰越金を見込んだものであります。次に歳出についてご説明申し上げます。209ページをお願いいたします。1巻1項1目、一般管理費は、職員人件費のほか12節の国庫関連システムの保守や改修、管理業務に要する委託料が主なものであります。210ページをお願いいたします。1巻2項1目、付加徴収費は、国保税の徴収に要する経費であります。18節負担金補助及び交付金は、58団体ある納税貯蓄組合に対する補助金が主なものであります。211ページ、1巻3項1目、運営協議会費は、委員12名分の委員報酬が主なものであります。212ページをお願いいたします。2巻保険給付費、1項療養所費は、国保加入者の医療費であり、一般被保険者の療養費の支払いに要する経費であります。全額普通交付金として県から交付されるものであります。2項高額療養費は、高額療養費の支払いに関する経費であります。3項1目、出産育児一時金は、5件分を、213ページの4項1目、総歳費は、25件の支払いを見込んだものであります。5項1目、傷病手当金は、新型コロナウイルス感染症に伴うもので、3人分を見込んでおります。214ページをお願いいたします。3巻国民健康保険事業費納付金は、県が国保事業の運営に必要な経費を見込み、当庁の負担分を算出したもので、
1項医療給付便給付分と2項後期高齢者支援金等分、3項介護納付金分とに分かれ、3つの納付金の合計額は3億2736万8千円となり、前年度より706万3千円の増額となっております。216ページをお願いいたします。5巻1項1目保健衛生普及費は、国保連に委託して年6回行っている被保険者への医療費通知が主なものであります。2項1目特定健診審査等事業費は、生活習慣病の予防や健康寿命延伸を目的とした予算であります。12節委託料では、798人分の特定健診審査委託料や176人分の人間ドック・脳ドック健康審査委託料、217ページに移りまして、特定健診受診率向上事業委託料が主なるものであります。特定健診受診率向上事業は、人工知能を活用して過去の受診歴や申し込み状況などを解析し、対象者の特性に応じた受診勧奨を実施するものであります。3項1目健康づくり費は、健康づくり推進協議会、保健協力員、食生活改善推進員の活動に要する経費を計上しております。以上で補足説明を終わります。よろしくお願いいたします。質疑に入ります。久慈委員、ちょっともう一回教えてもらってますけど、クレギレ金のところですね、207ページのところ、交換のクレギレ金のところ、この取り崩したところ、どのようにこう細分してどうするのかというか、もうちょっと詳しく教えてもらいたいんですが、住民福祉課長、207ページの、国保財政調整基金取り崩し繰入れ金でございますが、令和5年度に、令和6年度から8年度までの国保税を、確定するために、皆さんの国保税率を軽減させるということになりまして、その原資としてこの基金を活用させていただいたところであります。よろしいですか。他に質疑はありませんか。質疑を終結します。午後1時15分再開予定をもって休憩します。